循環器科や内科などがある北九州市戸畑区のクリニックです。新型コロナの感染が始まったおととしから、発熱や倦怠感がある人や、濃厚接触者になった人などを診察する発熱外来を設けています。こちらのクリニックでは、ドライブスルー形式で発熱外来を行っていますが、朝から次々と検査を希望する人がやってきています。先月の上旬から年末にかけて、クリニックの検査で陽性だった人は8人。数日間で1人出る程度の状況でした。しかし、年明けからその状況が一変したといいます。朝7時ぐらい。年越してはもうすごいですね。数はですね、1日40人ぐらい来られてます。それで陽性者の方は5人から8人ぐらい。元日から昨日までの10日間でこのクリニックで34人の陽性が判明。先月下旬の10日間と比べるとその数はおよそ5倍です。3連休明けとなった今日もプラスです。陽性ですね。普通に出てます。今珍しくないです。 PCR 検査陽性でした。保健所の指示に従ってほしいなと思ってるんですけども。今日は午前中だけで27人が発熱外来を訪れ、7人の陽性が確認されました。この状況をさらに悪化させる恐れがあるのが、変異型ウイルスのオミクロン株です。クリニックでもこれまでに1人がオミクロン株の感染と確認されるなど、影響は少しずつ出てきています。発熱外来に加えて3回目のワクチン接種を始めることも踏まえ、クリニックは循環器科など他の診療科で新規の受付を控える方針を固めました。僕たち の体が対応していく時間とか勤務時間とかそういうものを対応していくのがもう何とかついていくっていうところが精一杯のところです。第3回のワクチン接種というものをより積極的に受けていただいて、第5波のように収束していくっていうことを描いてます。急速に猛威を振るい始めた第6波。地域医療の現場は新型コロナへの対応と通常の診療との両立に頭を抱えています。